日時を、まあ、そういう形で前もって予約をして使う、はい、交通なんですけれども、えー、それをあの乗り合いで、えー、移動するということもありましてですねそれを、まあ、AI があのいろんなこう乗り合いができるので、はい、あのなるべくこう効率的に拾って目的地に、うん、あの運ぶ、まあ、そういうことをしてくれるんです ルートは決まってなくてはい、はい、AI が計算してくれてそれが井の頭地域のゾーンで、まあ、実験が始まるというふうなことです。井の頭エリアでは確か小型 EV バスでの実証運行が行われていたと思うんですが、はい、それとはまた違うんですか、はいそのえー 電気バスを使ったあの実験が一度終了してですねこの AI のバスの実験に今度から変わるということであります。でこれはあのえー大沢の方でも今までとか西部地域でやっていたんですけれども、はい。 そちらの評判もなかなかいいということで<ー>続けてはあのこちらの、えー、AI デマンドバスの実験をしようというふうに<ー>今あの地元の方とも共有しながら進めているところです。<ー>はい、いつから使えるようになるんでしょうか。はい、あの5月の27日からあの利用はできるということでありますので <laughs> ぜひご利用いただきたいというふうに思ってます。あの車両はあの小型な あのワンボックスカーでありますけれども、ええ、車椅子でも使えるということでありますので。まあ <laughs>、うん、それはベンーといい便利だと思ってます。はい。ままね、はい、えー。それは便利ですね。で、えー、相性は今までと同じ、はい、イノバスということで、うんえー、使いますので。はい、ええー、地域ポイントでも。 ええー、あるいは、あの、カードでも乗れるということでありますので、よろしくお願いします。あ、交通系の I. C. カードでも乗れる。はい、そうですね。はい、ええー、それは便利ですね。もう時間が決まっているバスとは違って、こういった形に、自分の乗りたい時に。連絡して予約を入れて、乗れるっていうのはすごく便利ですよね。そうですね。うん、あの、ぜひ。 高齢者の方含めてですねいろんな方がご利用できると思いますので使っていただきたいという思います。で乗降のポイントは今のところ30箇所運賃は1人100円ということでございます。で運行は月曜日から土曜日まで午前9時から午後5時までというふうになっています。予約はは電話また専用アプリで ということでございますので、はい、ぜひお電話でもご利用できますから、あの、OK はい、よろしくお願いします。ありました。ちょっとそこまでお買い物行きたいけど、帰りの荷物のことを考えたり、移動距離を考えると。なんとなく置くだなという時などに使っていただけるといいかもしれないですね。そうですね。まあこれまでの実験をやってきた地域では、はい、あの。最初はちょっと抵抗がもちろんあるんだそうですけど、えー、けども。一度使うと、こんな便利なものはないという、うん、あの評判で、うん、あのご高齢の方にも。 ええー、大変あ受けていますから、ね、是非も安いですしね、はい、よろしくお願いします、はいね、いいですねはい。